皆さんこんにちは、町のレッスンスタジオ川上です。今日はですねギターのお話になるんですけども、初心者の方向けのお話でして、あのですね、生徒さんの中で割と質問のあった動画で見ていてもよくわからないっていうのの一つに、このピックの持ち方、これがよくわかりませんという方が多いので、今日はピックの持ち方をちょっとやると思います。で、割と今回はですね近くなりますので、あのよろしくお願いしますね。今回このピックなんですけども、僕はこのいわゆるおにぎり型と呼ばれるピックを使っております。でですね、このピックなんですけど、まず、よく言われる持ち方ですね。これじゃあまずどうやって持つのっていう時に、生徒さん持ち方よく言われるのが、僕はですねこうまず鍵を作ってもらうんですよ。鍵で、この鍵がどうなるかっていうと、ここにこの爪の部分、爪のここの部分にピックがこうやって入りますね。それがどうなるか、そのまま親指で押さえます。そうするとこの爪の部分から出てるの分かります？爪の上からこうピコッと綺麗に出てます。ピコッと分かりますかね。なのでまず鍵カッコ、クッと鍵カッコを、鍵カッコって言います？カッコでいいか、カッコを作って、この爪の向きにピックを当てて親指で持つと、親指のこの部分からもまっすぐ下に出る。そして裏から見ると爪の部分からもまっすぐ、親指の部分からもまっすぐ、爪の部分からもまっすぐで出てますね。よろしいですか？わかります？で、こうなるとどうなるかなんですけども、アコギを弾くとき、アコギ登場します。ちょっと近いですけど大丈夫ですか？アコギが登場した場合に、さっきのこの出てる部分ですね、これを、もう90度ちゃんと弦に当てます。で、当てたときにダウンピッキングって言うんですけど、ダウンでピッキングした時、この時には親指で押します。下に行くから親指、親指で押していきます。で、アップする時は逆、さっきの人差し指ですね、人差し指ですくい上げてやる感じになります。で、親指ダウンは親指で押す、人差し指ですっていうような感じですね。で、これがあの基本的なピックの、僕のお伝えしている持ち方になります。ですので、まあこうなっちゃう人って割と多いんだよね。俺もたまにこうなっちゃうんですけど、こうではなくこうなっちゃう、これもいいんだけど、こうするとね、指がやっぱね、この部分、指が弦に当たっちゃったりするんで、なるべくまずはちょっとこれで練習してみて、自分なりの持ち方をいろいろ探せたらいいんじゃないかななんて思いますので、今日はピックの持ち方やってみました。他の動画気になる方は下の方から見てくださいね。それでは終わりです。